大阪府立渋谷高等学校は、大阪府池田市にある公立高等学校、全日制普通科の教育課程を設置している。2年次以降、文系、看護医療系、理系、S 系の4コースに分かれて学習する。また英語科や、数学科での少人数展開授業での基礎学力の定着や、地域との連携、交流などにも力を入れている。 1914年に当時の豊野郡池田町と周辺の村が学校組合を作り手芸女学校を設置する構想が持ち上がった。しかし学校組合は実現せず池田町が単独で運営する形で1917年に池田町立手芸女学校が開校した。開校当初は池田町室町1064番地豊野郡池田第二神城小学校内に併設され、 校長も小学校校長が兼任していた。本家3年、補修会1年の家庭を置いた。1923年には池田神城高等小学校の移転に伴い、池田町あざみかさに移転し、池田小学校と敷地を共有した。1936年には火災で校舎を消失した。これに伴い池田小学校分校に移転し、池田幼稚園を呼び、 池田小学校高等科と敷地を共有した。1941年には、公立青年学校大阪府池田市立、池田義芸女学校と称した。1942年3月には、近隣の細川実家女学校、北豊島実家女学校を統合した。学校関係者は1940年代、高等女学校への昇格を希望した。しかし、折しも、 太平洋戦争中だったため、政府の方針によって、昇格は認められず、商業学校へと改編されることになった。1944年に池田市立女子商業学校へと改編されている。終戦後の1946年に池田市立高等女学校へと改編された。1948年には、学生改革により、新生の池田市立高等学校が発足し、 池田市場渋谷町210番地に移転した上渋谷町の校舎では池田市立渋谷中学校と校舎、敷地を共有した1950年には池田市立渋谷高等学校へと改称している中学校との校舎共有を解消するため1963年3月には西田町四百486番地に独立校舎の建設工事を開始した建設開始と ほぼ同時期の1963年3月、従来の校舎で火災が発生し、12教室消失の被害を受けている。そのため1962年4月より、池田市立池田小学校内に文校を設置し、1年生7クラスを文校に収容した。1963年11月には、独立校舎が完成し、緑ヶ丘に移転している。1975年には、 大阪府に移管し、大阪府立渋谷高等学校へと改称した、同時に畑4丁目の現在地への移転を実施している、2018年3月31日をもって、並行した大阪府立池田北高等学校の関連物品等を保存する池田北高等学校記念室が本校に設置されている。ありがとうございます。